サメさん、福島大学行ってみたいと思います。では、本日の全体像でございますが、段落は5つ。そして、設問形式はこんな感じになっておりますが、全部いけますので、頑張っていきましょう。サメさん、第1段落でございます。皆さん、注釈がついておりましてですね、影響されやすいということでございます。皆さん、この下線部1番ですね、これ皆さん、和訳してくださいという問題ついておりますので、頑張っていただけますか。皆さん、下線部1番行ってみたいと思います。皆さん、本文と模範解答ですね、書き出してみましたので、皆さん、この下、ご覧になりながらですね、聞いていただけるとよろしいかと思います。で、まず一番出だし、イエットはもちろんしかしということで問題ないかと思います。そして、ラージボディオブリサーチ、インディケイツということで、皆さん、インディケイツと言われたら、示してよーということですから、他動詞ですね。なにょーということです。ですので、皆さん、後ろざっと説は目的語。ってことは皆さん、左側に主語があるはずだと思って見てみると、オブリサーチは前置詞プラス名詞でございますので、全体で M ですね。となってくると皆さん、主語はと言われたら、ラージボディですね。これでよろしいかと思います。そして、皆さん、このボディオブ、熟語は皆さんどうでしょう？多くのとか大量のという意味の熟語でございますので、もし皆さん知らなければぜひ押さえておいていただきたいなという感じがします。ですから、多くの大量の研究がインディケーズ示しておりますということです。じゃあ皆さん何を示してますかと言われたら、後ろですね。adults actually generate ということで、皆さん大人は actually は皆さん副詞でございますので、括弧して M にしておきます。そして皆さん、ジェネレイトと言われたら、生み出してよー、なーにょーということですから、やっぱり他動詞。ですから、フォールスメモリーズが目的語ということでよろしいかと思います。そして皆さん、あとは、モアウニャウニャザンで比較してますよね。ですから、子供たちと皆さん、アダルツ、大人の比較でよろしいかと思います。で、じゃあ皆さん、訳し方どうなりますかと言われたら、大人の方がですね、ザンチルドレン、子供たちよりも、モアフォールスメモリーズということですから、間違った記憶、もしくは誤った記憶ですね。しかも、モア、書いてますから、多くのということでよろしいかと思いますが、多くの間違った記憶をジェネレイト、生み出しているということですね。そういうことを示しております。ということで、よろしいかと思います。それでは続いて第2段落でございます。皆さん注釈ついております。冠式ですからね。で、皆さん下線部2番に対してこういう問題ついておりますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん下線部2番にはですね、ミッシングリレイティッドワードということで、皆さん欠けているという話がついてますよね。で、その欠けているというところからつなげていただけるとよろしいかと思います。皆さん、欠けているということは、これですよね。リストに載ってませんということで、皆さん、つながりが見えそうですよね。あとは、設問の指示に5と書いておりますので、それを1語で抜き出していただけるとよろしいかと思います。ですから、正解はこれですよね。暗いということで、よろしいかと思います。で、皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、こちら、下線部3番ですが、和訳ですね。ちょっと頑張っていただけるとよろしいかと思います。では、下線部3番、行ってみたいと思います。まず、皆さん、1番出だしですが、アクロス3エクスペリメンツということで、皆さん、アクロス前置詞でございますので、括弧して M ということでよろしいかと思います。で、皆さん、その3つの実験を通してとか、通じてという感じでよろしいかと思います。そして、7 and 8 year old children consistently reported ということで、皆さん、報告したよーということですから、何をーと繋がりそうですので、他動詞。ですから、seeing 以下、点々点が、皆さん、目的語。となってくると、皆さん、主語はその左側でございますが、皆さん、コンシステントリーは、ly ついておりますので、副詞でございます。ですので、皆さん、m ということで、バッチリ。となってくると、皆さん、出だし、このあたりが主語ということで、問題ないかと思います。
ですから7歳とか、あ、8歳ですかね。7歳と8歳の子供たちは、コンシステントリー一貫してリポーティッド報告しました。じゃあ何を報告したんですかっていうと、それが皆さんスイング、点点点ということでよろしいかと思います。で、あと皆さんスイングは C で、見たよー、何をーということですから、他動詞。で、後ろ、モアオブジェクツが目的語ということでございますので、皆さん、モアオブジェクツ。まあ、より多くのですね、もの、物体を見ましたよということですね。それを報告しております。ただ、皆さん、その右側にですね、ザとはということで、皆さん、B 動詞が来ております。で、皆さん、後ろ、皆さん、前置詞プラス名詞ですので、全体で M ということです。で、皆さん、ざっとの右側にですね、いきなり動詞が来ておりますので、あー、しょうがないなー。で、こういう感じで、皆さん、不完全な状態になった場合、まあ、こちらの、ざっとですかね、これを関係代名詞というふうに呼びましたね。ですから、関係代名詞ということでございますので、あと皆さん、皆さんが思っている通り、左側の名詞へかけていただけるとよろしいかと思います。ですから、皆さん、オブジェクト、こういう感じですね。こういう風にかけていただけるとバッチリでございます。いけそうですかね。ですから、アクロス3エクスペリメンツ、3つの実験を通して、通じて、7歳と8歳の子供たちは、点点点ですね。まあ、このあたりから、まあ、遡っていっていくと綺麗な日本語になるかと思いますが、大人よりも、ザン・アダルツ・ディですね。大人よりも、イン・ザ・ピクチャーズということで、絵の中に、のと、ないですね。ない、ものを、物体を多く見ましたよ。多く見ましたよ。ということを、リポーティッド、コンシステントリーということですから、一貫して報告したということですね。これ皆さん参考なさっていただけると嬉しいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、注釈ついておりました要点というところでございます。で、皆さん、この下線部4番に対してこの問いの3番くっついておりますので、ちょっと考えていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、書く場所なんですが、皆さん、this という表現ございますので、皆さん、これはもう直前でいいかと思います。そして皆さん、設問の指示にですね、例とか具体例と書いておりますが、皆さん、英語で言うとこのあたりですよね。対応しておりますので、やはり直前を書こうということでよろしいかと思います。さあ皆さん、下線部4番でございますが、皆さん、もう書くべきところは分かっておりますので、あとはそこを丁寧に和訳できれば大丈夫かと思います。では、出だしからいきますね。Children tend to rely on the gist of a memory ということで、子供たちはですね、記憶の要点ですね、それに依存する傾向がありますよということです。じゃあそれはいつですかっていうと、Fen making inferences about it ということで、inference 皆さん、推測ですよね、推論をする際にということです。ですから、皆さん、問回答で言うと、この前半ですかね。子供たちは推測するときに記憶の要点に依存する傾向がありますということです。で、皆さん、その後皆さん、for instance、例えば、if they saw a classroom ということで、教室を見たときですね。教室を見たら、they might assume that ということで、that 以下のことを、まあ、思い込んでしまう。当然のものかと思ってしまうかもしれませんよ。じゃあ何をっていうと、they all saw saw pencils ということで、まあ、鉛筆を見たということですね。鉛筆を見たというふうに、まあ、思ってしまうかもしれませんからね、ということです。ですから、問回答で言うと、皆さん、このあたりですかね。鉛筆を見たと思ってしまうかもしれないということです。で、あとは皆さん、because 点点点、理由ですよね。pencils are usually found in classrooms ということで、鉛筆は大抵教室で見つかりますからね、ということですね。ですから、このあたりですかね。いつも鉛筆があるので、鉛筆見てよ。というふうに思ってしまうかもしれません。というふうに書いていただけるとよろしいかと思います。それでは最終段落でございます。こちら、下線部5番に対する問題がこれでございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。
で、皆さん、どこを書けばいいんですかということですが、皆さん、直後にフィッチがありますからね。ですから、下線部を受けておりますので、ですから皆さん、フィッチの右側から訳せれば大丈夫かと思います。サムさん、下線部5番でございますが、皆さん、これもですね、書くべき場所はもう特定できておりますので、和訳ができれば大丈夫かと思います。で、皆さん、フィッチクッドトリガーアクティベーションということで、活性化を引き起こすんですね。呼び起こすという感じでいいかと思います。で、じゃあ、それは何の活性化ですかと言われたら、オブザパターンメイキングシステムですね。パターンを作るシステム。で、それはインザブレインですので、脳の中のということですね。そして皆さん、そのざっとの右側ですが、いきなりコントリビューツ、ということで、あ、主語ないなぁ。ってことは、このざっとは関係代名詞だ、ということで、皆さん、この青い部分ですね。これは皆さん、右側から左側へかけて訳出していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ざっとコントリビューツ to the false memory ということで、皆さん、間違った、誤った記憶ですね。それに直訳すると、皆さん、コントリビュートで貢献するということですが、皆さん、誤った、間違ったというマイナスという表現でございますので、貢献するというような、こう、プラスの感じよりかは、一員となる、みたいな感じで訳出していただけると、綺麗に決まっていくかと思います。ですから、誤った記憶の一因となる、脳内のパターンを作るシステムですかね。それの活性化を呼び起こしてしまう。引き起こしてしまう。かねないというような影響というふうに書いていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、福島大学ですね、和訳や記述説明問題もほとんどがこれでございます。で、皆さん、もちろん、和訳、構文が複雑かというと、そういうわけでもございませんし、記述説明もですね、書くべき場所というのは、容易に見つけることができるかと思います。ですから、そのあたり皆さん苦労することは多分ないかと思うんですけども、ちょっと皆さん心配なのが単語のレベルでございます。皆さん今日扱った長文の中で知らない単語が一つでもあるとですね、ちょっとそれはまずいということでございますので、ですから、やはり普段から G マーチレベルですね。学習院とか名詞とか、このあたりの皆さんやっぱり加工問をやっぱりぜひやっていただきたいなという感じがいたしますし、もしやったんだったらですね、やっぱり知らない単語出てくるかと思いますので、それを皆さん逐一覚えていくというような努力。これは皆さん前向きな努力でございますので、これは皆さん頑張っていただきたいなという感じがいたします。ですから、こういう積み重ねが福島大学合格へつながりますので、頑張っていきましょう。